皆さんはいわき FC というサッカーチームをご存知ですか？いわき FC は今年2022年から J リーグに参戦しているクラブで、現在 J3 で戦っています。福島県いわき市で創設された地方のサッカークラブが、いかにして J リーグ加盟までのし上がったのか、その歴史やトレーニング法についてこの動画では紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。まずはいわき FC の創設から J3 昇格までに至る歴史を紹介します。2012年に創設されたいわき FC は、2013年に福島県社会人サッカーリーグに参入し、運営会社が法人化されました。その後、2015年に株式会社ドームが東日本大震災からの復興や地域活性化を掲げ、いわき市内にドームいわきベースを建設し、サッカークラブの立ち上げを構想します。そしてドームは12月に子会社の株式会社いわきスポーツクラブを設立し、いわき FC の運営権を譲り受けました。ここから J リーグ参入を目指してクラブ運営がなされることとなりました。2016年に福島県リーグ2部で全勝優勝すると、2017年には福島県サッカー選手権大会で J3 の福島ユナイテッド FC を下して天皇杯初出場を決めるなど快進撃を見せます。さらに天皇杯本戦では2回戦で J1 の北海道コンサドーレ札幌に延長戦で勝利するジャイアントキリングを起こしました。この年の福島県リーグ1部でも全勝で優勝し、東北社会人サッカーリーグ2部南に昇格しました。2018年、東北社会人サッカーリーグ2部南では他のチームを寄せ付けず、圧倒的な強さを見せます。2桁得点の試合も4試合記録するほど他のチームとの差を見せつけて優勝し、一部昇格を果たしました。またこの年も福島県サッカー選手権大会を優勝し、天皇杯に出場しました。そして2019年、東北一部でも圧倒的な強さを見せ、無敗でリーグ優勝を果たし、見事 JFL 昇格の権利を獲得しました。2016年に福島県リーグ2部でスタートしてから一度もつまずくことなく、わずか4年での JFL 昇格となりました。 JFL1 年目の2020年は新型コロナウイルスの影響で開幕が遅れたこともあり、前年までの勢いを見せることができず7位でフィニッシュし、1年での J3 昇格にはなりませんでした。しかしいわき FC の快進撃はこれで終わりませんでした。翌年の2021年、いわき FC は開幕から快進撃を見せ、前半戦をわずか1敗の首位で折り返します。そして第29節で東京武蔵野ユナイテッド FC に勝利したことにより、 J3 加盟要件である JFL 年間4位以内を決めました。その後11月25日の J リーグ理事会にて2022年からの J リーグ入会が承認され、いわき FC の J3 参戦が決まりました。さらに JFL のリーグ戦初優勝も決め、しっかりと実力を見せつけた上での J リーグ参入となりました。さて、クラブ創設からわずか10年、福島県2部所属時代からわずか6年での J リーグ参入となったいわき FC ですが、選手の入れ替わりが激しい地方クラブでなぜこれだけの成績を残すことができたのでしょうか。その秘密はフィジカル革命にあります。ドームがいわき FC の運営権を譲り受け、本格的なスタートを切った2016年、いわき FC は日本のフィジカルスタンダードを変えるという目標を掲げました。ドームはスポーツ関連事業を展開しており、サプリメントなどのブランド DNS も扱っています。いわき FC の選手は DNS からサプリメント支給をはじめとして全面的に筋力トレーニングのサポートを受け、体を鍛え上げてきました。ドームが運営するトレーニングジム、ドームアスリートハウスいわきには最新鋭のトレーニング機器が並びます。そのトレーニングジムを利用して、いわき FC の選手たちは練習の6割から7割を筋トレに当て、日々体を鍛え上げていきました。ただ鍛えるだけでなく、専門的な情報も提供してくれる最新鋭の施設でトレーニングを行うことができることが、サッカーに活かせる筋力の強化に役立っているのでしょう。食事もドームが徹底的に管理し、1日3食がクラブハウス内で提供されます。さらに不足する栄養分があればサプリメントが提供されて補給します。栄養状態に関しては2ヶ月に1度実施される血液検査でチェックしています。さらに毎日体重と体脂肪率、骨格筋量が測定されており、トレーニングの成果が出ているかを常にチェックすることができる体制になっています。そのため成果が出ない選手に対しては筋トレのメニューを一人一人見直して改善を図っていきました。また選手たちは筋トレの後 500g から 600g という大量の肉を摂取して筋力を増やしながら体脂肪率を減らしていきました。
大量の肉を摂取するこの習慣は、いつの日かチームの中では肉トレと称されるようになりました。この徹底的な筋力、体力強化の成果もあり、前述の通り2017年の天皇杯では J1 の北海道コンサドーレ札幌を延長戦の末に破るというジャイアントキリングを起こしました。これは延長になっても足が止まらない圧倒的な体力がもたらしたもので、日々のトレーニングが実を結んだ形となりました。しかし昇格を続け、リーグのレベルが上がっていくわけなので、いつまでも筋トレだけに時間を使っているわけにもいきません。 JFL に上がってからはシーズン中に関しては筋肥大を目指すのではなく、筋力とスピードの総合的なパワー発揮を目指し、負荷をやや抑え、動作スピードを上げるトレーニングを行うようになりました。もちろんシーズンオフ明けのトレーニングは当初と同じハードな内容を行いましたが、シーズン中では試合でのパフォーマンスを重視するように進化していきました。フィジカル革命の根幹は維持しつつも、リーグのレベルアップに応じてプレーとのバランスをとっていく、そんな柔軟な対応の成果もあり、いわき FC は J リーグへの階段を駆け上がりました。最後に J リーグ参入後初のシーズンとなった2022年のこれまでの戦いぶりを見ていきます。2017年から5年にわたっていわき FC の躍進を支えてきた田村雄三が指導者ライセンスの関係で監督を退任し、新たに菅利博正が監督に就任し、シーズンがスタートしました。体制が大きく変わったものの、いわき FC の強さは揺るぎません。開幕戦の鹿児島ユナイテッド FC 戦こそ引き分けに終わったものの、開幕から5試合負けなしとし、第5節終了時で2位につけます。第6節で FC 今治に敗れたものの、その後第7節から第13節まで7試合負けなしとし、一時は首位にも立つなど J2 昇格に向けて好スタートを切りました。第14節に松本山雅 FC に敗れたことにより連続無敗試合は7試合で止まりましたが、第15節のテゲバジャーロ宮崎戦、第16節の FC 岐阜戦では見事勝利し、再び調子を上げてきています。現在鹿児島ユナイテッド、松本山雅と熾烈な首位争い、昇格争いを繰り広げていますが、後半戦にかけてさらにギアを上げて J2 昇格ラインである2位以上に入ることを期待しましょう。またいわき FC は6月30日に2023年シーズンの J2 クラブライセンス取得に向けた申請を行ったとクラブ公式ホームページを通じて発表しました。判定結果が出るのは10月になりますが、 J2 昇格に向けて着々と準備が進められています。J2 いわき FC を見ることができる時はもうすぐそこまで来ています。いかがでしたか？いわき FC というクラブチームがいかにして躍進を遂げ J リーグ加盟にまで至ったかを知ることができたと思います。いわき FC が作り上げてきたフィジカル革命はサッカー界だけでなく日本のスポーツ界全体に大きな影響を与えているのではないでしょうか。今シーズンの戦いぶりを見る限り、今後もいわき FC の快進撃が続いていくことが予想されます。そしていわき FC の快進撃が日本のサッカー界、スポーツ界のさらなる発展にも寄与してくれることを期待しましょう。